しくお願いします。AKB48 チーム A の高橋みなみです。本日はお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。渡辺さん。はい、AKB48 チーム B の真由こと渡辺真由です。本日はよろしくお願いします。続いて小島さん。はい、小島春菜です。好きな LINE のキャラクターはムーンです。よろしくお願いします。あ、いないですね今日ムーン続いて松井純奈さん。はい、SK48 チーム、そして AKB48 チーム系の松井樹里奈です。よろしくお願いします。はい、SK48 乃木坂46の松井樹里奈です。よろしくお願いします。LINE でもちろん使ってらっしゃいますか？もちろん。使ってます。どんな感じで使ってらっしゃるのか、ぜひ教えていただけますか？そうですね、本当に毎日のように LINE を使わせていただいてるんですけども、メンバーだったりスタッフさんとグループを組んで、結構大所帯で20人とか30人とかでやってたりとかしますね。はい、秋元先生とかもすごい LINE のスタンプとかをメンバーに送ってくれたりとかしてて、すごいですよね。めっちゃ持ってますよね。秋元さんめっちゃスタンプ持ってるんですよ。すごい種類いっぱい持ってて、ゴルゴのスタンプとかめちゃめちゃ送ってくれてるんですよ。ゴルゴの説得力ありそうですね。そうなんですよね。でもニャニャもすごくLINE のスタンプを連投するのがすごい好きで、スタンプのカリスマって言われてて。誰に言われてんの？あれ自分でやってるじゃん。カリスマ、新しいスタンプでその中なんか面白いのを探すのが得意で、うん、そうだね。なんかニャニャきっかけでみんながそのスタンプをダウンロードして確かに使えますよね。するよね。そうですね。ではですね、ここでメンバーの皆さんに本日サプライズがあります。はい、ちょっとスタッフからお渡ししますね。こちらのボードなんですが、まだ見ないでくださいね。はい、何、はい、だろう、はい、見えないようにお願いします。はい、ではですね、同時にオープンしていただきましょう。はい、はい、パネルオープン。お、はい、え、AKB48 グループ初の LINE スタンプ。え、本当に写真のスタンプなんです。え、嘘じゃないんだ。普通絵ですよね、結構ね。そうなんです。実写なんですね。でですね、もう一つ実はお知らせがあります。はい、この皆さん手に持っていただいているスタンプなんですが、これはサンプルなんです。はい、あくまでも見本なんです。なるほど。撮り直すってことですか、写真を。と言いますのはですね、はいはい、このスタンプ6月7日に行われる味の素スタジアムで行われる第6回 AKB48 選抜総選挙の1位から16位で選ばれたメンバーだけが正式なスタンプになるんです。なるほど。え、ってことは選抜総選挙で選抜に入れないとスタンプにはなれないってことですか？そうです。そうなんです。シビア。シビアだね。16人めっちゃ入りたいんですけど、スタンプが欲しいがために入りたい。スタンプになりたい。スタンプになりたい。なりたい。もし16位まで入ったとして、スタンプに選ばれた皆さん、どんな表情を作ってみたいですか？ここにちょっと作りたいみたいなのがあったら、表情をね。でも表情筋なんておっしゃってましたから、あれですよね、こうメンバーの口癖的なことをね、言葉に入れてもらったりとか、総選挙のスピーチで言った高見菜の名言とか。恥ずかしい。いいですね。恥ずかしい。誰が使うんだよ。使いますよ。ネタみんな使いすぎる。逆にちょっとバカにしてる感じですよ。本人に送りつけます。本人に送りつけます。バカにしてるって言うんじゃん。バカにしてないです。